皆さんこんにちは、あかりんこと吉田あかりです。さあ今日はピーチ嬢さんとのコラボ動画なんですけど、なんとですね、先日 SNS ではご報告させていただいたんですが、この度ピーチ嬢さんのイメージモデルをさせていただくことになりました。イエーイ、ありがとうございます。もう吉田ピーチ嬢と呼んでください。本当にもう嬉しくて、芸能活動を始めてからやっぱピーチ・ジョーンのモデルをできるっていうのはすごく憧れだったので、すごくすごく嬉しいんですけど、まあ、ちょっと前にダイエットをずっとしてたのはこの撮影のためでして、で今回はですね、そのピーチ・ジョーンの撮影に向けて私がもうめちゃくちゃ頑張ったバストケアの方法とかをご紹介していけたらなと思います。それでは今日も行きましょう。あかりんの自主力動画スタートです。はい、ということで、私ですね、すごい昔から応援してくださってる方は知ってるかと思うんですけど、本当に自分のバストには全く自信がなくて、今まで過去のグラビアの写真とか見ていただいたらわかるんですけど、決してもう下着のモデル、ましてやピーチ・ジョーンさんのモデルに起用していただけるようなお胸ではなかったんです。でもまあ私なりにそのケアとかも頑張ったりとかして、自分のバストを好きって思えるようになったんですよ。っていうので、ちょっとまあ今日私がやったいけないがモデル外されそう。私がやったバストのマッサージ方法とかを紹介できたらなと思います。で、今着てるこれもピーチジャムさんルームウェアになるんですけど、可愛くない？大好きなピンクにまとわれて、ちょっとやっていきたいと思います。じゃ、まず紹介するのがこちら、ピーチ・ジョーンビューティーのボムバストクリームリッチになります。私はこれモデルに起用していただいたから使ってるってわけじゃなくて、動画でも紹介したことあるかな、ずっとね愛用してたバスト用クリームなんですけど、もう本当に撮影に向けて1ヶ月半くらい毎日これでバストのマッサージをしてました。出してみるとこういった感じのテクスチャーなんですけど、スリスリスリ、たっぷり、これね、もうたっぷり使うのが素敵なバストを作る秘訣だそうです。本当に伸びが良くて、もう匂いが調子いいって感じの匂いがします。ピオニーとかピーチの、あの果実系の匂いとフローラルの香りがこう混ざったような感じの匂いで、もうめちゃくちゃいい匂いです。もうこれ塗ってたら間違いなくモテるやろなみたいな匂いなんですけど、すごいスーって伸びて、これをね胸に塗るともうなんかふわふわになるような感じがするんですよ。私、大きさももちろん大事だと思うんですけど、自分のね、バストを好きになった一つの理由が質感なんですね。マジで私の肌の質感本当にいいんですよ、今。まあ、っていうのもね、ピーチ・ジョーンさんがランジェリーの似合う裸のために作ったバスト用クリームなので、これを使えば間違いなしってまあ感じなんですけど、胸の張りとか弾力がアップするようなクリームになってます。で、角質層とかまで潤わしてくれて、肌を柔らかくしてくれるようなクリームになってるんですね。で、これは私はどういった風に使ってたかと言いますと、事前にね、ピーチ・ジョーンさんから使い方とかもめちゃくちゃ丁寧に教えていただいて、それを守ってやってきたんですよ。私は結構今までバストマッサージっていうのはずっとしてきたんですけど、結構な力を加えてやってたんですけど、あんまりそれも良くないみたいで、優しくやるのがまずポイントです。ちょっと失礼しちゃって。今着てるこのインナーもピーチ・ジョーンさんのやつですね。かわいいの、これも。で、どんな感じでやっていくかと言いますと、まずクリームをね、本当にね、500円玉ぐらいよりもうちょっと多いぐらいを全体で使うようなイメージなんですけど、まあ、ちょっとずつ足して使っていきますね。まずですね、こんな感じでクリームをなじませてから、鎖骨の中心から外に向かってこう流していきます。そう、優しくね。本当に伸びのいいクリームなので、これがもうスルスルいくのでね、それも使い心地がいい。あとめっちゃ匂いがいいから、本当に毎晩癒されます。で、耳の後ろとかの方も肩までこう流します。こんな感じで、リンパをね、ちゃんと流すような感じで。綺麗なバストを作る秘訣として、この辺デコルテ部分がまずくっきり綺麗に見えてると、バストの張り感とかもしっかりこうくっきり際立つので、まずこの辺をね綺麗にしてあげることがポイント。で、続いてここ、この脇と胸の間のここをちょっと手をねグー、軽くグーにするような感じで
ここもほぐしてあげます。ここめっちゃ凝ってる人多分多いと思う。ここの凝りって本来ならもう少しふっくらするはずのバストがしぼんでしまってるとか小さくなってしまってる原因なので、ここの凝りをまず取ってあげるのがすごい大事みたいで、デスクワークとかパソコンとか私もそうなんだけど、ずっとやってる人とか姿勢が悪いとここが本当に凝ってくるんですって。だからここをしっかり流してあげる。で続いてこのここ脇の下のここをねちょっとほぐしてあげる感じ。こんな感じで、あとこっち側外側もしっかりこう揉みほぐしてあげる感じ。あの背中側にも本当にこう凝りが固まってたりとかするから、それをしっかり優しくほぐしてあげる感じですね。でほぐしたらちょっとここからは上からになってしまうんですが、こう外側から内側にこう持ってきます。こうね、向上心を持ってこうね外側から内側に持ってきて、で次はこんな感じで片手でバストを持ち上げて、こんな感じでちょっとアンダーの方を外に流してあげます。そう、ここがこうキュッてなってるとバストがよりこうふっくら目立つので、ここアンダーをしっかり外に流してあげます。で続いてこういう風に下から上にバストを引き上げてあげます。これすごい大事。こう両手を使ってこう、これも向上心を持ってこう流していく感じで、ちょっと下から持ち上げるような感じで手をクロスにして、最後にこう内側にキュッと寄せてあげる。これが大事みたい。キュッと寄せてあげる。はい、こんな感じでバストケアをやってました。で私の後オリジナルの方法として、少し太ってる時にやるとより効果を感じられると思います。っていうのもこう背中とかについたお肉をちゃんとこっちに持ってくるように、最近ムチムチしてきたなっていう時にいつもより多めとか長い時間やってあげるとより効果を感じられると思います。太ってしまったことはすごい女の子としては、あ残念だなってテンションが落ちちゃうけど、でももしかしたらバストアップするかもっていう思いを込めて、そういう時がチャンスやと思って私はやってました。で今私こっち側だけやったんですけど、ほんとクリーム塗ってると塗ってないじゃこのふっくら感の張りの感じとか質感がマジで違うから、もちろんやっぱ大きさとかも私は大きくなりたいなとかずっと思ってきたけど、質感がいいってこんなに自信になるんやってマジで思うから、大きさに悩んでたりとか自分のバストの形に悩んでる人もまずは質感ケアから始めていくだけで自分のバスト絶対に好きになれるから、こんな感じでぜひやってみてほしいなって思います。ほんまにちょっと一回あの吉田あかりグラビアとか水着とかで調べてみてほしい。本当によくここまでって思うから。でね、他にもね、私あのお尻のケアも頑張ったんですけど、お尻も密室感がやっぱりめっちゃ大事。やっぱプルンプルンのお尻ってすごい大事だなって思うんですけど、こっちはねヒップルン薬用ホワイトクリームっていうお尻用のクリームなんですけど、まあお尻ってやっぱり私も結構悩んだんだけど、ずっと座ってると透明感が失われたりとか、ちょっとニキビができちゃったりとか、やっぱりお尻はお尻で顔とかと一緒みたいに悩みが結構あると思うんですけど、これね本当によくて、こっちはさっきのバストクリームと違って少し透明感のあるようなテクスチャーなんですね。スベスベスベーって、こっちの方がみずみずしい感じ。ほら塗った方わかる？プルンプルンになんねん。お尻プルンプルンってマジで憧れへん？それを叶えてくれるクリームっていう感じで、すごい透き通ったような感じの透明感を与えてくれたりとか、ちょっと美白効果もあるようなクリームなんですけど、本当に自分のお尻をこう触った時にプルンってするからテンション上がんねん。私お尻も好きじゃなかったんですけど、まあ、形はまだ自分の理想には全然なってないけど、質感はもう大好きって感じになりました。そう、これの使い方はこんな感じでこうグーをこうギザギザギザってしてね、太ももの付け根から腰に向かってこういう感じで引き上げるんですよ。で雑巾をちょっと絞るような感じでこの下のお尻のところについたお肉をギューってマッサージします。で円を描くように下からこう上にこうすくい上げて、この辺のねリンパのところにしっかり流してあげるというのがこれの使い方。ボディクリームで全部でマッサージしてたけど、部位によって変えてあげるのもすごくいいんだなと思って、その部位は部位で悩みがあるやんか、それをちゃんとそれにアプローチしてくれるこういったクリーム使うのってすごい大事やなと思って、私はすごくこれ
気に入って2本使ってるのと、あとこれはちょっとピーチジョンさんから紹介してっていう風には言われてなかったんやけど、私が今回撮影の時にいただいてめちゃくちゃ気に入ってる商品があって、これなんですけど、ヒップルン薬用スクラブっていう、こちらのスクラブ、これはちょっと新しい商品で、使ってるのはお風呂にあるんやけど、こういった感じのスクラブで、今まで使ったスクラブの中で一番良かったん、これが。マジで本当にイメージモデルに起用していただいたからとかそんなん関係なしにマジで良かった。っていうのも、なんかスクラブって結構さ、つぶつぶでザラザラした感じやったりするやんか。でもこれは本当に優しい感じで、ほんまに洗い上がりはもっちりするね。なんか本当にシュワシュワシュワって感じで、あのスクラブのザラザラザラっていう感じがすごい少なめで優しいねんな。ちょっとなんか泡っぽくなる感じのスクラブなんですね。でこれで私は1週間に1回から2回お尻用やねんけど、ちょっと贅沢に気になる二の腕とか膝とか肘とか、あのマッサージさせていただいております。これめちゃくちゃいい。くるくるマッサージした後ちょっと洗い流してくるな。わかる？肌のキメがマジで整うねん。わかるかな？こんな感じ。ほんまキメキメって感じじゃない？そう、これが本当に、これもめっちゃ匂いいいねんけど、これがもう本当に癖になって、もう洗い上がりのお肌がなんかもう生まれたってみたいな感じになんねやんか。だからそれがめちゃくちゃ良くて、これもすごい愛用して、も私は最近ピーチジョーンにまとわれながら生活してるんですけど、結構私は顔ばっかり頑張ってきたタイプというか、見えるところだけ頑張るタイプやったっていうか、ボディクリームとかいつも塗ったりとかして、マッサージも足は頑張る、出すこと多いから頑張るっていう感じだったけど、あんまりおっぱいとかお尻とかは今まで結構頑張ってこなかったんやけど、それはなんか自分に本当に自信がなかったし、結構隠してはきたけど、これするだけでこんなにワクワクして自信が持ってるんやってマジで思ったから、時間をかけてあげてしっかりケアしてあげるだけでこんなにも自分に幸せが返ってくるなと思って、最近このお風呂上がりのケアがマジで楽しくてやってます。私美容のいいなって思うところは、恋愛とか人間関係とかお仕事とかって頑張ったら頑張った分返ってくるっていうわけじゃないやんか。やっぱ人との話やし。だから、こんなに頑張ったのに報われへんかったなって思うこともあったりするけど、でも美容は全部自分に返ってくるから絶対にやるべきやなと思って、最近はメイクも好きやし、顔のスキンケアとかもすごい大事にしてるけど、ボディのね、ケアもすごい大事にするようにしてる。そうするとなんか全身が好きになれてハッピーになれるので、ぜひやってみてほしいなって思います。で今ね、いろんな商品紹介してきたんですけど、みんなにちょっと一個お伝えしたい、お得な定期便のお知らせもありまして、さっき紹介したこっちのボムバストクリームリッチと、こちらのヒップルン薬用ホワイトクリームのこの2つはなんと定期便のコースもあるんですね。でその定期便にすると2ヶ月に1回自動的にこう送っていただけるんですけど、毎回送料が無料で 10% オフでこの商品を買うことができるんですよ。でお得な継続の特典とかもついてくるし、まあ、2ヶ月ごとに自動的に届いてくれるし、私もね使ってて2ヶ月経つとやっぱりなくなっちゃうんですよね。そう、毎日毎日使ってると。だからまあ定期便で買うと値段もお得だし忘れることないしっていうので、定期便の方もおすすめかなと思います。まあでもね、まず試しにね一回使ってみるのもいいかなって思いますよ。っていう感じでピーチジョンさんのモデルに起用していただいて、商品とかも紹介させていただきました。ピーチジョンのホームページでは私がモデルさせていただいて、いろんなあのランジェリーを着用させていただいております。私はまあ普段から結構ピーチジョンの下着を愛用してたんですけど、マジで可愛い下着とかもめちゃくちゃあるし、可愛いのにバストのこととかヒップのことが考えられた下着がめちゃくちゃあるんですよ。見えないところだけど、やっぱりいつか見せる時だってこれやんか。だから大事に綺麗にしておきたいなっていうふうには思うので、こういうとこもケアしてみるのもすごくいいんじゃないかなって思います。はい、ということで今日も見ていただきありがとうございました。この動画が良かったなと思った方はぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ではまた次回の動画もお楽しみに。あかりんことよしあかりでした。バイバーイ。